ピョートル・ドゥルノボ、ピョートル・ニコライヴィッチ・ドゥルノボは、帝政ロシアの法律家、官僚、政治家。モスクワ県出身。ロシア帝国海軍兵学校、軍事、海軍法律アカデミーを卒業する。司法省に入省し、キエフコース裁判所に勤務した後、1881年内務省に移る。1884年警察局長に就任する。 1893年スペイン大使に転出する。同年原動議員議員に任命される。1900年ドミトリー・シペア議員内相の依頼で内務省優勢、停心担当次官に就任する。1905年セルゲイウィッテの推薦でアレクサンドル・ブルイ議員の公認として内相に就任する。ドゥルノボはウィッテとの間に意見の相違があったが、 ウィッテの大臣会議議長としての指導力を尊重した。ウィッテの辞任後はドゥルノボも直ちに内省を辞任した。ドゥルノボはロシアの対外政策においてドイツとの同盟に賛成し、英仏両国との関係改善に反対したことで知られる。ドゥルノボは独路の国益が補完的であり、両国間の戦争は既存の政治秩序の破壊に終わるだけであると信じていた。 ドゥルノボは自らの見解を様々に発表したが、ニコライ二世は第一次世界大戦開戦後にドゥルノボの意見を痛感することになった。ドゥルノボは開戦の翌年の1915年にペトログラードで亡くなり、ロシア帝国で最後に自然死した内務大臣となった。2月革命後の1917年6月には、 彼が生前に住んでいた邸宅をアナーキストたちが襲撃して不法占拠したため、臨時政府が大掛かりな攻撃を加えている。息子のピョートル・ピョートロビチドルノボは軍人となり、第一次世界大戦に従軍、ロシア内戦では白軍に加わった。ありがとうございます。